はい、ということで皆さん、こんにちは。チャスヨガレッスンへようこそ。本日、インストラクターを務めさせていただきます。チャス先生です。よろしくお願いします。本日は第2回ということで、前回お伝えした通り、女子必見、夏、下半身引き締め、ヨガのポーズ、やっていきたいと思います。イェイ。で、本日の、ポーズ名は、ウトゥカターサナ、通称、チェアポーズ、または椅子のポーズ、やっていきたいと思います。早速、僕が、見本の方、お見せしますんで、見てください。どうぞ。ウトゥカターサナの主な効果。足、骨盤周りのシェイプアップ。ハムストリングス、大臀筋の強化。腹直筋、腸腰筋の強化。太ももの前側はなるべく使わず裏側を使うようにすることで足のシェイプアップにつながります。股関節を引き寄せるお腹のインナーマッスルを正しく使うことで体幹の筋肉を強化します。ウトゥカターサナの注意点。腰や背中、首を痛めている場合は、胸、首を反らす動きを行わないようにしましょう。それでも、十分効果はございます。はい、ということで、ここからは細かく、説明しながらやっていきたいと思います。ヨガ大事なのは、まず呼吸をしながら、吸って吐いての呼吸をしながら、行うことがどのポーズでも大事です。ポーズ中は呼吸を止めたりしないように意識しながらやってください。はい、まず気をつけの姿勢になります。で、足なんですけども、足は腰幅開きましょうかね。はい、次の呼吸が来たら、見えない椅子に座るイメージ で腰を下げていく。それプラス上半身の両腕天井方向に引き上げます。これを一緒にやっていきます。呼吸が来ましたら、はい、見えない椅子に座るイメージで腰を下げていく。で、それと同時に両腕を天井方向に引き上げる。横でも見ていきましょう。呼吸が来たら、見えない椅子に座るイメージで腰を下げつつ、両腕を天井方向に引き上げる。で、この時のポイントをいくつかございます。まずですね、曲げた肘がつま先、両足のつま先より前に行かないようにしましょう。膝を痛める可能性があるので前に行かないようにします。あと、背中ですね。背中が曲がらないようにまっすぐの状態で腰を下ろします。今度は、両腕に関してなんですけど、頭と肩、近づかないように引き離すイメージで、ポーズが固まったら、呼吸。吸って、吐いて、吸って、吐いて、結構きついです、これ太もも。吸って、吐いて、じゃ次の呼吸で戻ります。戻ったら、脱力。ウトゥカターサナ、やってみました。もうすぐ夏も到来ということで、今からやれば、まだね、下半身、シェイプアップ間に合うと思いますんで、皆さん、朝起きてやるとか、寝る前にちょっとね、お風呂上がりとかにやってみるのも、ありがとうございます。下半身引き締めて、夏、海やプール、そして下半身露出できるような体、作っていきましょう。では、本日のチャス、ヨガレッスン、終了したいと思います。眠たいのに眠れない、そんな方に、寝る前にやってもらいたいポーズ、眠くなるヨガのポーズ、やっていきたいと思います。それでは、いつものやって終わりましょうか。この後の時間も、皆さんにとって、良い時間になりますように。最後ね、インドの感謝の言葉、ナマステで終わりにしたいと思います。ナマステ。ありがとうございました。